ホットラットつくばムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は2015年式 R1200 ロードスター、サンダーグレーメタリックのご紹介です。2015年11月に新車で下ろした車両が、お客様都合で、戻ってまいりましたということなので、距離自体は非常に少ない車両です。現在の走行距離627キロ、まあ、若干整備関係ある前後しますが、まだ初回点検も受けていない車両になります。ナビ関係はお客様都合で、他の機種のナビを取り付けられてましたので、ナビのステー自体はまだ新品状態です。ナビゲーターの純正の、本体を買っていただければ即使うことができます。オプション関係は、このハイウィンドシールド約5万円相当ですね、工賃込み、がついております。今新車のグレードですと、白赤のグレードですと、ちっちゃなシールドがつくんですが、グレーの場合には何もつきませんので、このシールドがついていると高速道路の、クルージング非常に楽になります。傷のあたりは左立ち動きをちょっとしてしまったので、このあたりとかが若干傷、タッチアップやってありますけど、ここのあたりの傷、あとレバーの傷がちょっとある感じです。他は、綺麗です。改めてご紹介なんですけど、シート高が 760mm、 前のオーナーさん小柄な方なんで 760mm の標準シート、ついております。マフラーの火傷とかもまだ、本当に600キロしか走行してないので、こんな感じですね。全然焼けてない状態です。認定中古車の扱いになります。新車の保証がただ継承できますので、通常認定中古車は 1年間距離無制限なんですが、この車両の場合には、保証が、新車保証上とできますので長くなりますので、ぜひご検討の方をお願いいたします。モトラットスクマムービーでした。